にはな、お前らが立花に請求してる受信料をな、何かございましたら、どこに言ったらええねや。ほんじゃ郵送でお願いいたします。郵送、はい、ほんなら郵送って書いとけよ。電話してこいって何で書いてんねん。なんでここ来いって書いてんねん。お前ら詐欺師やろ。ちょっとごめんごめん、もう雲持っといて。やってることおかしいやろ。これ誰宛に出してんねん。これ俺の名前に出してて NHK が出してるんちゃうんか、この請求書は。これは NHK さんじゃないのか。 NHK から立花隆宛に平成30年8月から平成30年9月分の放送受信料2620円払ってくれって請求ちゃうんか。問い合わせ先は上野営業センター 03-3845-8830。 電話したら切るやないか。どこに書面で書いてこいって書いてあんねん。今本なら書面でくれって一筆書いてくれよ。ちゃうんか。この請求もおかしいやろ。もう一個持ってきてんねん。最高裁で判決出てんのに9万6000円でいいっていう最高裁の判決が今年の7月17日出てんねん。これも最高裁が9万6940円最高裁判所の裁判長出しとんねん。これちゃんとなあ。これ最高裁判所第三小廷今年の7月17日これコピーやけど、なんで9万円の請求をさ38万円の請求送ってくんのよ。詐欺やろっちゅってんねや。だから聞きに来てるんやろ。これ間違ってんのちゃうんか。この請求誰に聞いたらええのよ。書面でくれって言うんだったら書面でくれっていう書面をくれよって普通なるよね。いやこれさ、俺はもともとここで働いててね、ここの NHK の中の不祥事全部や見て週刊文春に内部告発して、こいつら何も変わってへんねや。架空請求やむちゃくちゃしとるがな。ほんでこの子らな、俺この子らにどなしてるけど、この子らみんな外部の人間や、職員ちゃうねん。ちゃうやろ君ら下請けやろ。職員の人手挙げてみ、誰もおれへんやろ。おかしな話やで。まあ今110番して警察呼んでるんで、警察にこのね架空請求について見てもらおう。え、どうやこのえ、ユーチューバー、まあさすがっす本当。いやだって3点にわたってお前ら悪いことしとんねやろ。裁判で負けた金払えって来てんねやんか。まっとうな請求でしょ。それをね、事前にじゃあ電話してから来てくれって言うんやったら、NHK も請求するとき、受信料請求するときに電話してから各お家回ってくれよ。アポ取ってからピンポン鳴らしてくれよ。当たり前のことやろ。君たちの言ってることをそのまま自分たちの業務につなげてくれよ。で、なんでこんなおかしな請求書送ってきてさ、都合悪くなったら電話切るのよ。なんで電話せえって書いてるとこ電話したら電話切るの。文章で文章でってやったら、ご質問は文章でって書いて送ってこいよ。なんで質問は電話って書いてあんのよ。これ NHK の電話ちゃうんか。これ NHK がどっかの詐欺集団と手を組んで詐欺しとんのか。むちゃくちゃやこれ。あのね、これさ、俺言い方きついけど至極まっとうな主張よ皆さん。でね、言い方きつく言ってるのは、今女神渚ちゃんが言ったらアポ取らなあれへんって言ったんでしょ。そしたら NHK もこれから必ずアポ取ってから電話したらええやん。ちょっと会長とこ電話したろか。俺会長の直通番号知ってんねん。先に電話しろよ。え、先に電話しろよ。ちゃうよ、 NHK の会長室電話したらどない対応するか。電話でアポ取ってくれ言われて、あ、警察ここ。いやそんなんだってこいつら警察に注意してもらうなら何も変われへん。もしもし、ただいまただ NHK の会長室ですよね。
あ、元 NHK 職員の葛飾区議会議員の橘です。なんか今受付に聞いたらね、会長には電話をしてからアポ取ってくれ言われたから、今会長室電話したんですけど、03-5455の2000番でしょ、 NHK の上田会長の部屋でしょ。まあいいわ、ちょっと警察来たからいいわ、ごめんごめん。とりあえず西口来て1階に。あ、すいません、立花です。100番されたのは、あ、はい、私です、はいはい、それでね、はいはい、まあ、ちょっと、まあ、演技も含めてやってるんですけど、まずね、3つちょっと言いたいことがあって、1つはこれ撮ってんのはできたらやめてもらえないですか、歩行者とかも、うん、とりあえずもう止めていいよ、わかりました、もう丸さんに説明しかいい、はい、ちょっと今まで紹介してたんで、ごめんなさい、はい。